はい、どうも皆さん、トライアングルです。ということで、ですね、今回こちら、遊園地の、ステージをなんと、そのね、リスナーさんが作ってくださったんですよ。はい。現在ですね、このように、今ね、あちらにおられますリスナーさんが作ってくださったんですが、これすごくないですか？これ、まだ僕本当に今このワールド来たばっかなんですけど、このなんといってもこの観覧車、これすごいよね。うわ、すごい、圧巻。マジで圧巻、すごはーん。で、しかも、ちゃんと忠実に、ここに宝箱が入っていると、再現されていて、うわ、すごいすごいすごい。これちょっと後で見ましょう。ちゃんとちょっと知らないよね。そして皆さん、ちょっとなんか今日カクついちゃうんですよね。大丈夫かな？ごめんなさい、なんかすごいね、画面がちょっ とたまにカクつくと思うんですけど、ちょっとお許しくださいませ。はい。まあ、こういう感じでね、いろいろあるんで、まあ、ちょっとこれは後で。なんかすごい重い。大丈夫かな？ちょっとこれは後でになるんですが、まずこちらですね。はい。これすごくないですか？これリスナーさんが作ってくださって、これ完全に僕というね、本当にありがとうございます。これマジですごいんだけど。だってさ、これ近くで言ったらほら、近くで言ったらほらって、そりゃそうだけど、完成度が段違いなんだよね。ちょっとこれもね、ちょっと紹介したかったので、ということで、じゃあまずね、いつも通り、逃げる側、そして、追いかける側やっていきたいと思います。こちらで、ということで、じゃあ行きましょうか。よーい、スタート。さあ、ということで、じゃあ痛い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 、こっちこっちこっち行きましょう。今回時間は3分ですね。はい、3分なので、結構まあ広そうに見えて意外と狭いわけはいかない、まではいかないんですけど、結構見つかりやすいということで、あの宝箱取ったら絶対バレるじゃん、正面から。ダメだ。いや、でも取っておくべきだったかもしれない。いや、取ろう、取っておこう。今多分ね、見られると思うんですよ。見られると思うんだけど、見られるよね。普通にこれ見ら、あ、ちょ、まずいまずいまずい。これ見られてる、見られる、見られる。どうしよう、どうしよう、どうしよう。さあ、スタート。30秒なんだけど、ちょっと待って、これやばくない？これ普通にバレてない？大丈夫？バレていいよ。来たよ来たよ。おおおお、やばい、今バレたんじゃない、今バレてない、バレてない、大丈夫、待って、バレてる、絶対これバレてるって、ちょっと待って、あー、バレてるよ、バレてる、ほらバレてる、何にもアイテム取ってないんだけど、待って、無理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 、どうしようどうしようどうしよう、助けて、ドラえもんドラえもんドラえもん、ちょっと待って、大丈夫、落ち着け、大丈夫、2分間逃げ切ればいいんだよ、大丈夫だ、落ち着け、大丈夫、いない、いない、オッケー、よし、もうアイテム取ってる暇ない、ここだ、この裏、この裏、よしよし、あ、バレてない、あ、バレたー、くそー、待って、どうしよう、どうしよう、どうしよう、こっちに人いたら終わる、いやー、バレてる、バレてる、くっ、頼む、残り1分52秒、あー、やばい、入り口、あー、どうしようどうしよう、助けて、アイテム、アイテムが取る暇がないんだよ、最初の、最初の3、いやーん、ブンブンハロー YouTube、 YouTube、 あと1分30秒じゃ危ないだ、あー、来とるぞ、大丈夫だ、落ち着け、逃げ切るんじゃ、そう、アイテムを全く使わん、このやり方でわしは勝つんじゃ、大丈夫じゃ、ちょっと待って、大丈夫、あ、これだ、これだ、これ今多分ね、先回りするって言ってる、先回りするって言ってる、大丈夫、スタート。さあ、行くぞい。プリプリ腰を振っている。行くぞ。ん？いや、これ見渡せる。多分最初は壁際に隠れ、あ、じゃあ僕こっち行きますね。左行きますね。あ、すごい、カクつく、やっぱり。カクついてしまう。大丈夫かな？さあ、ここにいるのかね。ん？挟み撃ちだよ、挟み。でも大体僕から見つけたっていうの発してれてないからな。ん？どこにいる？観覧車の奥あたりかな、それともここかな、このソファーのところにいるんじゃないのかな、この裏とか怖いもんね、うーん、いないね、
あれ見つからない。結構早めに見つかるはずなんですけど、あれいない。ん？待ちたまえ。ホワホワが見えた。観覧車のところ。観覧車ここだ。いたいたいた。ここあれ？ここらにいる。ここらにいる。ここあれ？いた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 。ね。ちょっと待って。やべ、どっか。どこだどこだどこだ。え？どこ行った？いなくなった。あれ？いなくなっちゃった。え？あ、いたいたいた。止まったら止まったら。佐々木回りします。佐々木回り。なるほど。透明化を使っていたと。いた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 。ちょっと待って。え？ちょっと待って。佐々木。あれ？くそ。どこだどこだ。え？いるんじゃない？ここ。あれ？ここにいない。あれ？いるいる。え？ここにいるよ。え？あ、違う。僕も透明化になってんじゃん。ちょっと待って。なんかホワホワしてると思った。さあしかし囲みましたぞ。ここら辺のどっかにいらず、もう透明化消えるでしょう多分。もう一個使ったとか、あれいなくなった。まずい。透明化を、やばい。3分だから。あれあれやばい。あれちょっと待って。まずい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 。もう多分切れてると思うんだけど、透明化2個ゲットしたのかな。え？やばいやばい、もう時間ない。3分。あれ？まさかの？うわ、うまい。わあ、多分俺透明化2個ゲットしてんな。じゃなきゃ絶対見えてるはず。あ、ダメだ。あ、なんか音する。え？なんかやばい、もう3分経っちゃう。そう、あーやばい。なんか音するんで、歩く音する。あ、歩く音する。あれいない。この奥、ここか。いたいたいた。よっしゃやったよし、じゃあ行きます。よーい、スタート。よし、行きましょう。さあ、行きますぞい。とりあえず僕は右から行きます。意外とここでチラッとも見えたりするんじゃないんですかね。違うか。意外と東大元暮らしもね、あるから。いや、この入り組んでるとこうまく使われるとな、一人称視点だと厳しいので。足跡もちゃんと聞いていこう。足跡もしっかり聞きつつ。いた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 。右の奥側です。奥というか、あれ、あ、やったー、倒したあれれあれれ、んんんあれれ。はい、ということで、いかがでしたで、いかがでしたでしょうか。はい、遊園地のパート1ですね。ちょっとこちら申し訳ないんですけど、前回の、画面っていうかね、ちょっと遊園地は、リスナーさんが作ってくださった、ステージなので、まあ一応これ今後撮りでね、後撮りっていうのかな。まあ試合が終わった後、ちょっとこちらで今改めて撮影してるんですけど、いやー、ちょっとなんだろう、見てもらったらわかると思うんですけど、まあ、かなり、もう鬼ごっこ要素が強い、ステージでしたね。3分間っていう、一応つけてやってみたんですが、常に追いかけられるというかね。まあ、逆に、隠れるっていう要素が少なかった分、鬼ごっこっていう意味では、もうかなりハラハラできたのかなと、はい、思います。で、とりあえず、ちょっと今後のためにちょっとこの動画っていうか、後語りをつけた理由はですね、今後のなんですけど、とりあえずまず遊園地実は、次のパート2で一旦ステージは最終回です。その理由としては、なんとですね、ステージは最終回なんですけど、その、リスナーさんがなんと、まあちょっと狭かったので、地下とか作ってくださったみたいなんですよ。なので、もうちょっと、改良された、改良っていうのかな、完璧だったんですけど、さらにその遊べる要素、あと建物の中にも入れたりするのかな、なんかそういう要素を作ってくださって、だから要はちょっとバージョンアップして、だからまずパート2は、そのまま通常通り、また第2戦というかね、になっておりまして、で、パート3からかな、多分ちょっと、改良されるというか、なっております。そしてさらに、実はですね、まあ、まだちょっとお見せすることができないんですけど、現在、遊園地のその次の後も、今、制作中でございまして、今回も先に言わせていただきます。はい。もちろん、青鬼オンラインのステージなんですが、はい。青鬼オンラインの、
ヒカキンさんのステージありますね。はい、あちらを作りたいと思いますので、よろしくお願いします。まあいろいろ作りたいものとか、もちろんね、巨大なあのソファーも使ったりとか、石像とか建てて、で、ちょっと隠し部屋とか作ったりとか、まあ宝部屋もありますね。で、トイレットペーパーをいろいろ並べたりとか、ちょっと頑張ってやってみたいと思いますので、もちろんすべて完全再現でやります。まずステージの、まあ形は間違いなく完全再現。そっから、まあいろいろちょっと、まあヒカキンさんのね、そのソファーとかをなんとか再現できるように頑張っていきますので、ぜひ、遊園地の終わった後も、見てくださると嬉しいです。いや本当にね、本当に楽しいまあ皆さんどうね、まあすごい見てくださってるので、まあ楽しんでいただけてるのかなと思うんですけど、まあ本当にやっててね、もう本当に楽しいし、あと制作が楽しいんだよね。レゴとか楽しいので、ぜひちょっとよかったらね、見たいよって方はぜひチャンネル登録と、高評価よろしくお願いします。そしてベルマークですね、ベルマークつけてくださるとまっすぐ通知がいきますので、まあ見たいよっていう方は、ぜひぜひ。はい、ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。